自由のマインクラフトパート163。本日もマインクラフトを進めながら雑談をしてまいります。本日はマインクラフトにおいては拠点の天井部分の建設を進めてまいりますけれども、先ほど録画に失敗をいたしまして、ある程度建設が進んでしまっておりますが、建設に必要な木材が足りなくなってしまったため、改めて木材の調達に出かけるところでございます。では、前回の動画にいただいたコメントご質問にお答えしてまいりますと、まず、ワンピースの映画に関してでございますが、面白かったんですけども、なんと言えばいいんでしょうか、ウタさんの歌の比率、アドさんの歌の比率が、ちょっと大きかったかなと感じました。さらにですね、親御さんも政治に興味があったんですかとご質問いただいておりますが、そうですね、地方議員の選挙運動を手伝うくらいには、政治に興味がある方でございます。こう言ってしまうと、議員の数もある程度限られておりますので、特定できそうな気もいたしますが、こんなところでしょうか。さらにですね、岸田首相のイデオロギーに関して、右と左、どちらですかと、どちらと思いますかとご質問いただいておりますが、そうですね、防衛力の強化などを見ますと、右寄りなのかなと思います。国内のいわゆる左寄りの方々が、防衛力の強化ではなくて、外交をと言っているような、非現実的な状況でございますので、この防衛力の強化を基準にするのも不適切かもしれませんが、私から見て岸田首相は右寄りの方だと、実際の政策などを見ておりますと感じております。さらに、自営業のメリット、デメリットに関してでございますが、こちらですね、まずコメントいただいている通り、やはりその時間は自由ですね。どうしても、会社勤めとなりますと、今ですと決まったですね、時間に出社しなくてもいい、フレックス制であってましたかね、そういったものもございまして、ミーティング会議などを行う時間だけ出社をしていれば、それ以外の時間は仕事をしていれば自由でいいよといった会社もございますけども、自営業の場合は、そういったことすらなく、自宅で仕事をする場合は、もう起きて、そのまま仕事をすることも可能です。ただそうなりますと、その、オンオフの切り替えが難しいというのもございまして、なかなかですね、メリットということで回答しておりましたが、時間の自由ということで、とりあえずメリットの話し合いは終わらせていただきますけども、でデメリットに関しては、すべて自己責任だというところでしょうか。また、結婚などを考える場合、どうしてもですね、自営業ですと、収入が不安定とみなされて、結婚が難しくなる可能性もございますので、例えばですね、まずはどこかの会社に勤めて、クレジットカードを作ったり、ローンを組んでお金を借りたりして、信用情報を貯めてから自営業になるというのも、一つの手なのかなと思います。私はですね、会社員から自営業に転身した身でございますが、では、次のご質問に移りますと、玉木雄一郎さんに関して、風見取り的だとの批判が出ておりますけども、そうなのかなと思います。その、元民主党の方々の、批判ばかりの部分が抜け切っていないように見えますので、残念だなと思いますし、あとはですね、マスコミが騒いでいる問題にとりあえず乗っかっておこうという、戦略的な部分も見えますが、国民民主党の支持層の皆様のことを考えますと、そういった動きは求められていないんじゃないかなと私は感じております。
さらにですね、自営業は何年くらいやってますかとご質問いただいておりますが、こちら、特定を避けるためにですね、控えさせていただきますけども、もう気づけば何年も続けてますね。で、自営業を辞めたきっかけ、自営業を始めたきっかけでございますが、会社を辞めたからですかね。で、この勤めていた会社というのが、まあ、私としては、まあ、子供の頃から、まあ、夢だった業種の会社ということになりまして、まあ、その会社に勤めて仕事をしたと、まあ、できたということで、まあ、その夢を達成できたというのもありましたし、また、まあ、その会社の同期ですね、の皆様が、もう多分全員辞めてるんじゃないですかね。もう私が辞めた時点でもうほぼ残っていないような、まあ、ブラックな会社でございましたので、まあ、そういったものもあり、会社員を辞めて自営業に移った次第でございます。まあ、今も多少ですね、そういった業種関連の仕事をしながら、まあ、そういった業種とも関わりながら自営業を続けております。で、道路利用税に関してでございますが、まあ、こちら、一応動画を一つくらいは作成した記憶がございますけども、私としては、まあ、道路関連の税金を道路利用税に一本化して一つにまとめるのであれば、まあ、賛成かなといったところです。まあ、現状ガソリン税ですとか、まあ、コメントいただいているような重量税などもあり、まあ、毎年ですね、JAF が税金をどうにかしてほしいと要望を続けておりますけども、まあ、今のところ改善されておりません。そういった道路関連の自動車関連の税金を、まあ、改善するのも兼ねて道路利用税を導入するのであれば私は賛成です。さらに森本市長の、ロシア関連の出現に関してでございますが、まあ、こちら、鈴木宗男さんのパーティーということで、まあそうですね、まあそういった雰囲気だったのかなといったところもございますけども、森本首相にはまあ明らかな失言でございますので、今からでも発言を撤回されるか訂正していただきたいなと思っております。さらに、米山隆一さんの養豚農家問題に関してでございますが、まあ、こちら、養豚農家から豚が盗まれたという問題に関してでございますけども、すみません、ちょっと鼻がむずむずしておりますが、まあ、売り言葉に買い言葉かなと思いますけども、まあ、特定の国籍なり、職業なりに対して暴言を吐いてしまいますと、差別と認定される恐れがございますので、まあ、こちらから見れば、まあ、どちらも悪く、50歩、100歩だと言わざるを得ません。まあ、ただ、国内で外国人犯罪者が豚を盗み、解体していたことが警察の捜査で判明しておりますので、米山さんの主張に関しては、まあ、結果的に間違いだったということで、決着していると判断をしております。こんなところでしょうか。さらに、一票の格差の解消に関してでございますが、そうですね、まあ、こちらはもう、民主主義というか、まあ、議員内閣制というか、そういった制度を導入している国の、まあ、宿命なのかなと思っておりますが、まず司法がですね、一票の格差について問題があると、まあ、違憲判決を下している時点で、行政と立法にはですね、対応する責務が生じますので、まあ、このような対応をせざるを得ません。また、人口に関しては、まあ、どうしてもですね、増減がまあ地域ごとにございますので、継続的に格差是正に向けた対応を続けざるを得ず、まあ、国民の有権者の一票の重みがまあ違ってしまうという問題が、まあ、今後も続くものと思われ、
本的にこの問題を解決するとなると、もう比例代表なり昔の中選挙区なりでもう人口ごとの議員の選出数というものをもう完全に調整していくしか、まあ、ないのかなとも思いますが、まあ、このあたりは国会なり行政なり、まあ、内閣なりですね、また専門家の皆様なりで、まあ、継続的な議論を行い対策を講じ続けていただきたいなと思います。さらに歴史を改変できるとしたら、ワースト総理のうち誰をですね、安倍総理に変えますかとご質問いただいておりますが、橋本龍太郎さんですかね。まあ多分かなり多くの命が、まあ、助かるんじゃないかと思います。あとは、近衛内閣の近衛さんですかね。ワースト総理に選んではないと思うんですけども、あの時代に安倍元総理のような、まあ、強力な交渉人、ネゴシエーターが存在していれば、まあ、日米開戦ということには、まあ、ならなかった可能性もございますので、まあ、そういった意図も、もしもも、まあ、考えてしまいますかね。まあ、こんなところでしょうか。最後に、左翼の政治家の中で特に才能の無駄遣いがひどいと思う人はいますかとご質問いただいておりますが、まあ、この動画シリーズの中でも何度か、まあ、こちらからもですね、皆様のコメントからもいただいている気がするんですけども、まあ、米山隆一さんですかね。さまざまな知識があり、まあ、能力もあるはずの方なんですけども、まあ、それがなかなか生かしきれてるようには、まあ、こちらから見て客観的に見て思えないので、本当に残念だなと感じております。こんなとこでしょうか。ではですね、本日は、まあ、とりあえずこの天井部分を完成させて終わりにしますかね。まあ、皆様、寒くなってまいりましたけども、こたつですとか加湿器を出されていますでしょうか。私はもう、こたつはですね、出しておりまして、まあ、こたつを出した結果、こたつで、まあ、寝落ちするという問題が続いているんですが、あとはそろそろ乾燥もしてきておりますので、加湿器も出さないといけないなと思っておりますけども、まあ、この加湿器のフィルター、まあ、水垢というか、まあ、水道の塩素ですかね、まあ、カルキなどがフィルターに付着して、性能がかなりですね、まあ、使っていると落ちてまいりますので、まあ、皆様、加湿器を使われる前に、一旦ですね、水につけてみて、まあ、どれくらいフィルターに水が染みるか、まあ、確認をしていただいて、なんか水垢がついてほとんど水を吸わないという状況で加湿器を使っても、加湿がうまく行われなくなってしまいますので、そういった経験もしていただきたいなと思っておりますが、さあ今ですね、とりあえず天井を作っておりますけども、室内はですね、一応この松明が敷き詰められておりますので、天井を作って太陽の光を遮っても、化け物というかモンスターは出現しないはずなんですが、この天井の上の部分ですね、には何も明かりが明かりが設置されておりませんので、このまま放置してしまいますと、
モンスターが大量に出現するものと思われます。まあ、ですので、まあ、次回以降は、この天井の部分にですね、松明を設置して、まずはモンスターが出現しないように、湧き潰しを行ってまいります。さて、3分の2くらい残ってますかね、この空間的に。3分の2というか、ここの直線の中で3分の2といったところですが、まあ、この建材も実際に建物を建ててみると意外とですね、必要になりまして、まあ、この1立方メートルの木材の塊を今敷き詰めておりますので、まあ、どういった量なんだといった形になりますが、もう今現実世界でもですね、こういった木材を集めて固めて、ある程度の高層建築を作るような試みも進んでいるようであり、木質建築というんですかね、ちょっと言葉があやふやで、曲があやふやでございますが、まあ、こういった木材の活用、まあ、国内の木材が、まあ、現在ですね、物価高騰の影響で、まあ、需要が高まってくるんじゃないかと思われますので、政府や関係の業者の皆様には、国内の林業の活発化も含めて、何か対策を講じていただきたいなと思います。では、ちょっと真ん中に穴が開いておりますけども、とりあえず今回は、これにて終わりにいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。